はい、キャプテンアスのバイブルトーク、ヨハネの黙示録、今日は11章です。11章全部だね。はい、あれですよ、2人の預言者が出てるんですね。それから杖のような計り竿が私に与えられて、こう告げられた。立って神の神殿と祭壇と、そこで礼拝している人々を計りなさい。で、計りって、アモスでもそうだったけども、計りって大体こう、神様から計れって言われたら、その後、なんか裁きとかね、そういうのがある準備ですね。神殿の外の庭はそのままにしておきなさい。それを計っておく。で、計るなと、外は。それは異邦人に与えられているからだ。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじることになる。42ヶ月っていうのは、3年半です。さらに、私がそれを許すので、私の2人の商人は荒布をまとって、1260日間予言する。1260日間っていうのも大体3年半です。だから3年半、この3年半っていうのは、7年の観難のうちの後半の3年半、それを表していると。で、そこに2人の商人、ね。商人は2人以上必要で、2人が必要で。彼らは地を治める主の御前に立っている2本のオリーブの木、また2つの燭台であるって出てきたね。黙示録、ヨハネの黙示録は聖書66巻の最後の書です。で、最終回ですから、前の方を読んでるとよくわかるって言いましたね。この2人の商人、2本のオリーブの木、2つの燭台、これはゼカリア書に出てくる幻ですね。ゼカリア書4章3、4章6、の予言ですよ。その2人が現れると。もし誰か、すごいんだこいつらがね。もし誰かが彼らに害を与えようとするなら、彼らの口から火が出て、敵を焼き尽くす。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、必ずこのように殺されるっていうことで、しかも、二人は予言をしている期間、雨が降らないように天を閉じる権威を持っている。また水を血に変える権威。またさらに思うままに何度でも、あらゆる災害で血を打つ権威を持っている。ここもね、雨が降らない。水を血に変えるって、旧約のいろんなところに出てくる話ですけども、このスーパーマン、ね、二人。何なのか。ゼカリアとゼルバベルの場合は、まあ、リーダーと祭司、王と祭司、イエス・キリストのね、表してるってのがありますけども、ここでは、モーセとエリアを、こうね、二人というと、モーセとエリアっていうふうに、表すこともできます。まあ、そういう力を持ってますね。モーセとエリアのような、を思わせるような記述がありますと。で、モーセとエリアというのは何を表しているかというと、モーセは律法、エリアは預言者を表しているということは、御言葉というふうにとると、まあこれをね、文字通りにそういう人が現れるっていう解釈は一つ、これ大事な解釈ですね。もう一つは御言葉、モーセ、律法と預言者ね、モーセ五書とその預言者、律法と預言者っていうのは両方合わせると、これ御言葉です、旧約聖書です。で、口から火っていうのも、じゃあ御言葉のね、力っていうふうに取ることもできますけども、自分はこれ両方ね、両方含めて、で、実際にこの世の終わりにこういう二人が出てきて、そういうことが起こると、面白い、これ映画にしたら結構ね、スリリングな展開ですよ。で、スーパーマンじゃないですか、口から火を吹く、ね、火を吹くと。ですけども、二人が証言を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ちって、彼らを殺してしまう、殺されちゃうんですよ、この二人。まさかこんな二人が、このね、すごいこう強い二人が絶対死なないと思って、これからだ、この人たちがと思ってたのに、それが殺されてしまうと。で、彼らの死体は大きな都の大通りにさらされる。その都は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれ、そこで彼らの死も十字架にかけられたのであるということで、もう正義の味方が殺されてしまって、しかも本当にあんだけ強かったのに、もう死体がほっとかれるような、そういう状況が現れると。諸々の民族、部族、言語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に葬ることを許さないということで、みんな敵なんですよね。こんだけ素晴らしいね、すごい証人だったのに、要は結局裁きを語るもんですから、あんまり人気はなかったんでしょうね、強かったけどね。で、死んだ後もなんかこうなんとかね、悲しまれることもなく葬られることもないと。それどころか、地に住む者たちは彼らのことを喜び祝って互いに贈り物を交わす。
この二人の預言者たちが地に住む者たちを苦しめたからであるということで、まあ、苦いこう言葉、きつい言葉を言ったんでしょうね、預言者、この二人ですからね。で、周りの人たちは、やった、あいつら、あのね、あの二人の言ってることは、本当にこうね、あんまり気に入らなかった人たちが喜んで、プレゼント交換まですると。しかし、三日半の後、命の息が神から出て二人のうちに入り、彼らは自分たちの足で立った。見ていた者たちは大きな恐怖に襲われ、恐怖だよね。二人は天から大きな声がここに登れというのを聞いた。そして彼らは雲に包まれて天に登った。彼らの敵たちはそれを見た。敵でね、敵でないことを祈りますけども、その時大きな地震が起こって都の10分の1が倒れた。この地震のために7000人が死んだ。残った者たちは恐れを抱き、天の神に栄光を期したと。はい。でその後14から、ね、13まではちょっと挿入的な感じで、14でやっと第2の災いが過ぎ去って、見よ第3の災いがすぐに来ると。第7の御使いがラッパを吹いた。すると大きな声が天に起こってこう言った。この世の王国は私たちの主とそのキリストのものとなった。主はいよいよ限りなく支配される、まあ、その後ね続きますけども、第2第3の災い、第1の災いはこの天変地異が起きると、ね、第5のラッパが第1の災いで、第2の災い、第6のラッパは第2の災い、ややこしいね。これは、4人の御使いがね、人間をこう殺しまくるみたいなね、そういう感じですかね。で第3の災いがこのラッパの災いで、このラッパの災いは最後の、7つの災いである8の災いへと続きます。その前に出てきたこの2人の預言者ですけども、ヨハネの黙示録ね、この、まあ、最終回の光景と言いましたけども、これは預言者たちが、旧約で預言者たちがこのそのなんかこう、まあ、伏線をずっと言ってるわけですね、その話ので。福音書でもイエスが例え話として、例え話で話してるわけですよ、あの花嫁の例えとかで、パウロが手紙で警告してるんですね。でもそういういろんな謎の部分が最後全部明らかになります。あのゼカリアのね、2人の商人も出てきます。世の終わりのこの災いの中で、そういったモーセもエリアもそうです。そういった人たちがまた出てくるんですけども、これね、文字通り現実に未来に起こる出来事だという人も、いや、これは象徴ですよっていう人も、この一連のストーリーを知っておく必要はあると思います。知らなかったら、なんかそんな二人が出てきても、でね、あ、何あの二人ってなる、ね、なってしまうんですけども、この話知ってると、あれってもしかして聖書に出てきたあの話じゃないのっていうね、もうネタバレです。ネタバレがもうね、全部されちゃってますので、それを知らずに私たちが、そのね、あいつら死んでよかったねってプレゼントを交換する側に回るのか、それとも本当にね、この予言の通りに、進む未来を見て、神様を信じる、従うようになるのかっていうのは、やっぱりこの聖書を読んでないと、始まらないということじゃないでしょうか。とりあえず知っておいて損はないと思いますので、ね、ぜひ読んでください。それではまた。ごきげんよう。